はい、お待たせしました。いらっしゃい、こんばんは。はい、ライブ始まりました。はい、本日もお疲れ様でした。20時からの配信です。最近はね、ちょっと時間をずらして21時から20時にちょっと変更してみたんですけど、どうですかね。21時からの方がやっぱりみんな都合いいかな。まあでもね、夕飯食べながらとか、あるいは帰りの移動時間とか、そんな感じの時間に見ていただけたらいいんじゃないかなって思いますという感じで、本日も昨日の続きですね、アクアリウムは踊らない、やっていきたいと思います。音量が大きかったり小さかったりしたら、教えていただけると助かります。ですね、前回どこで終わったかと言いますと、ここですね。キティとルルが合流をして、一緒にスーズを探しに行くぞっていうところ。で、その先にあった謎解きのところですね、からスタートしていこうと思います。で、謎解きはですね、これですね。これですね。この、なんか電話番号みたいな番号が書いてあって、一番上がカモメ、その次が羊の時。で、この謎の番号の形をしたものの、間を4回調べろって。そういう謎解きの続きからになりますね。間ってどういうことですかね。僕、この電話を入力するのかなって思ったんですけど。一応ね、ですね、音符の電話番号はメモってあるので、その次のヒントちょっとメモりましょうか。音符関係あるんですかね。音符も一応メモっておきますか。で、1188の米。で、また米で8の6655の331ですね。の形をしたものの間を4回調べろ。これさ、電話なんじゃないかなって思うんですよね。違うのかな？電話はかけられない。楽器みたいに音が鳴る。これなんか音が鳴るんですね。1、5、8、米の8、5、1、5、8。これが一番一番最初のカモメって書いてあったやつ。で、カモメがですね、ここにいたんですよ。水平さん、キラキラ。楽譜が置いてあるんですよね、ここに。いや、どこだっけ？カモメが、心理テスト。これも関係あるんですよね、多分。あ、こんばんは、いらっしゃい。今日もお願いします、先生。水族館で化け物に襲われたこの心理テストも関係あるのかな？いや、関係あるんだろうな。B ね。で、あと一つのヒントがここですね。
クラゲは丸くてぷよぷよ、ハリセンボンは丸くてトゲトゲ、カレイヒラメは平べったい、マンボウも前から見ると平べったい、ヒトデはキラキラお星様みたい、キラ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 と。ふーん、古い本ね。それだけか。間違えた。ちょっと間違えてもう一回選んじゃいましたね。これかな。一番ヒントになりそうなのこれっぽいんですよね。メリーさんの羊みたいな感じの歌ありましたよね。キラキラ。キラキラ星なんですよね。の楽譜が置いてある。楽譜ね。このキラキラ星っていいですかね。キラキラなんちゃらなんちゃらのこの文字化けしている部分が3番目のなんか間を4回調べろってなってたところなんですかね。間って多分この米印になってるところですよね。もう一回メモ見てみましょうか。このここですかね。米の米米ってなってるところが間ってことなんですかね。形をしたものの間を4回調べろ。158米85158カモメ。もう一回見てみましょうか。1188で米米8。6655。331。123123。違うか。1234。カモメ。あ、いらっしゃい、こんばんは。でもね、謎解きから始まります。この電話は絶対使うと思うんですよね。羊の親方、羊の方も押してみましょうか。5 3 1 3 5 5 5で333の588。これ何かが起こるわけじゃないんですかね。音が流れるだけ。こっちの方なんかありますかね。間。違うか。え？しまった。これあれですかね、キラキラ星ですかね。あの謎解き
ご了承しちゃいました。ちょっと待って、これクリアはできたんだけどさ、解いていい？まさかこんなことになるとは。これも関係あるんじゃないかなと思いまして、クラゲは丸くてぷよぷよで、最後に人手がキラキラお星様みたいって書いてあるんですよね。メリーさん、キラキラ、カモメの水平さん、メリーさんの羊の時、キラキラ、星じゃなくてこれ人手なんですかね、の楽譜が置いてある。じゃあこれは何なんですかね、心理テスト。大きなヤドカリ、シャチ、クジラ、イルカ、大きなヤドカリね。セーブしよう。これどういうことだったんだろう。単純にキラキラ星でよかったんですかね。で、人では星みたい。で、その間、4回調べろって書いてあったから、間を調べたんですよね。2匹いるのが人でしかいなかったんで。あ、これあれなんですかね、黒電話で音を鳴らすとキラキラ星のリズムなんですかね。あ、ちょっと待ってね。そうみたいですね。キラキラ星のリズムになるんですよ。で、キラキラ、一人はキラキラお星様みたいって書いてあるので、人手の真ん中を調べろってことだったのか。じゃあ他もあれなんですかね。でもカモメの水平さん、僕リズムわからないな。メリーさんの羊ならわかるかな。そうですね。はい、そういうことみたいですね。キラキラ星です。じゃあ、謎も解けたので行きましょうか。手順が逆だったけどね。なんか、あれですね。魚じゃないのがいますね。何かしらこれ。昔の潜水服。へぇー。こんな感じなんだ。おー、びっくりした。ルルちゃん強いですね。なんでここにカメがいるんだろう。一旦セーブしとくか。なんか来るかもしれないね。ここは寒いのって。今日も寒いですね。あ、出た、タラバガニでしたっけ。違う？そんな感じのカニいませんでした？で、今、スーズを探してます。あ、雪だ。
氷なんだ。お、これポケモンで見ました。気をつけてねと。何でしたっけ、金銀でしたっけ。こんな感じのステージありましたよね、バトルのやつ。どっちだろう、こっちかな。そうそう、こんな感じだった。なるほど、それで手前側に、そう、切っ先ジム。あれって金銀でしたっけ。ジムリーダーのこういうトレーありましたよね。ジムリーダーですよね。こんな感じのありましたよね。懐かしい。どっちだろう。これ目的地どこなんですかね。ゴールがわからないな。今のでルートは合ってるみたいですね。切っ先ジムですよね。こっち側は左側。あ、あそこか。いや、もうジムだな。懐かしみを感じますね。上の方なんですね。了解です。では、回り込んでいきますか。切っ先はダイヤモンドパールか。じゃあ、気のせいですかね。ダイパも確か僕やってました。金銀は違うか、さすがに古いか、世代が。あそこ通り抜けるんだ。入り口手前の床は滑らないと思ってました。あそこも滑るんですね。では最初の言ってたルートでいいんですかね。こうで、で、上で、こうですかね。あれ、ひとまず違う。おそらくここまでは合ってる。これより下っていけますかね。あー、でここで終わりか。で、ではこうですかね。こっち？あ、いけた。息が少し苦しくなってきた。おー。嫌われたくないとは思ってるんですね。キティちゃん、ここ滑るね。いいですね。天然とツンデレです。これは需要あるでしょう。キティちゃんどうしたの？あ、まずいか？どこか痛い？いい子ですね。キティちゃんいい子ですね。来ないでと。ああ、
まあこういう子なんでね。わあ綺麗。結構意識はあるっぽいですね。いいですね、こういうやりとり。だってキティちゃんでしょ。やめてよ。お腹すいた？足疲れた？眠くなっちゃったかも。私なんかに優しくしないで。私ルルの友達のスーズンの命を代償に弟の病気を治そうとして。お、それ知りたかった。やっぱりそんなの、弟はニコは望んでない。誰かを殺して生き延びたってニコは喜ばないに決まっている。それを一番わかってるのは私なのよ。私最低だ。ああ、知り合いなんだね、やっぱり。スーちゃんの病院に入院してる男の子のこと？ニコを知ってるの？うん、知ってるよ。いつもスーちゃんにちょっかい出してる男の子。大人に内緒で夜中にゲームしたり、勝手に部屋から出て行ったりしてる。でもね、一緒に入院してる小さな子たちにお菓子あげたり、遊んであげたり、これから手術の子を励ましたり、リハビリ一緒にやったりしててね。生意気だけど世話焼きでいいやつだってスーちゃんがよく話してるよ。最近は病気もよくなってるって。クリスはニコの病気は悪くなってるってそう言ってたのに。ほう、クリスさん、館長の奥さんの。クリスに騙されてたので。お、味方が増えたかな。ここから一緒に出よう。いいですね。あ、そうですか。残念です。あ、電話。あ、戻ってきた。スーズ視点ですね。クリスに刺された後ですね。こっからどうなるんだろう。青い光？あ、あったな。昨日ルルが部屋に入る前に青い光をフラッシュしてたんですよね。生きてる。レトロは？出血が止まらない。あ、ヤドカリ。右にいるでっかいのもヤドカリか。お前の貝殻についてるこれ、サクランボのシール。かわいい。もしかしてあの時のヤドカリ？仲間を連れてきて守ってくれたの？へぇ。お前が私を治してくれたの。そんなことできるんだ。あ、なんだっけ、祈りの石だっけ。え、このレトロの懐中時計はなくしたら大変？持っていけって。そういえば私が懐中時計に近づいただけで警戒していたし、相当大切なものなんだろうな。ヤドカリはメモを渡してきた。レトロを助ける方法。僕たちとスーズだけじゃ助からない。ドクターのところへ行こう。病院にいる。ドクターはレトロの怪我見てくれる。レトロを病院まで運んでくれる。その間、レトロは僕の仲間が守ってくれる。ドクターちょいちょい出てきますね。ありがとう。それがレトロを助ける方法なんだね。あ、かわいい。マスコットが増えました。では、ドクターを探しに行きましょう。ヤドカリ、頼んだ。お、気をつけて。レトロきっと助かる。僕に任せて。レトロ大切な仲間。かわいいな。
このグッズ欲しいな。確かね、グッズも売ってたんですよね。おー、ドクターどこだろう。何？シャチの鍵拾ってくれたの？お、穏やかな BGM が。階段登るしかないのか。シャチってあれですよね、前回襲ってきてたサメライドみたいなやつ。サメじゃなくてシャチだったらしい。いいですね、これこういう感じの、なんていうんですか、わかる？並びっていうんですか、こういうフレームみたいな、こう真四角じゃなくてこういうちょっと遊び心のあるようなフレーム。ん？ああ、そういうことか。お、見て、貨物列車でしたっけ？カメラ。ウミガメ、目的地は見つかったのか。あ、間違えた。まあ、いいか。ポスターですね。映画館みたいな。ここには誰もいないみたいだ。駅か。駅員がいないや。お。あれ何？パペット持ってるんですかね？クリオネのパペットみたいな。暗黒への扉は我にしか開けることはできぬ。わお、すごい。通して欲しくば契約して我が しもべとなるのだ。変なの来た。あ、やっぱパペット人形なんだね。アザラシ駅長。いきなりそんな言葉使ったらびっくりされちゃいました。アザラシってどっちだろう？パペットの方？ここを通して欲しくば我が城の。ああ、大きい方がカワウソか。こっちはアザラシ駅長です。この城の魔王。駅長は私が駅長です。よろしくお願いしますとおっしゃっています。じゃあ、駅長さん、病院まで行きたいんですけど。死の魔導列車にその身を委ねよう。グリモワールにより、我と契約を交わすのだ。4番線の列車にご乗車、病院駅前へ、降車ください。4番線の列車ね。列車に乗車する直前にチケットを拝見します。チケット持ってないね。さすれば我が契約完了だ。眷属となれ。発車までにチケットをご用意ください。ロッカー。あ、下のやつか。ペンギンがいる。え、これペンギン？ペンギンの形のポスト。いいね、これ。かわいいね。あ、チケット？ないんだ。じゃあ、あっちかな。いいですね。こういう、なんていうの。シックな感じの色合いで。あっちの方にあるんですかね。まっすぐ来ちゃったんですよね。確か右側にも道があったはずです。これ？こっちね。読めるかな？あなたは誰？お、セーブだ。自分の名前を覚えてるか。僕の名前？クグ。あなたは何を忘れたの？あれ？ここじゃないんだ。じゃあどこかに落ちてるんですかね。
どっか入れる場所ありましたかね、水槽の中。あなたは誰？チケットある？チケットもうすでに持ってたりする？ないね。じゃああそこの空間にあったのか。ここ入れないもんね。うん。じゃあこっち側か。こっち側？こっちが正規ルートなんでしたっけ？そうだっけ？か。こっち何もないんでしたっけ？すぐか、記憶がなくなる。入れるとこないんですかね。この辺とか。でもあんまりクラゲになるなって言われてたんですよね。じゃあこの空間なんですかね。誰もいないと。この反射綺麗ですね。チケットナイス。ロッカーの中漁ってみるか。鍵をなくした。ポストの中入ってないかな。あ、こっちも行けるんだ。なんだ。ダメージありそうですね。ピラニアに隠された。ああ、おびき寄せるものね。何かを持ってくるんですかね。古い新聞が置いてある。海水浴場でジョージが渋滞。結構こういうの見かけますよね。これは多分スーズのことなんじゃないかなって思うんですけど、海岸を浮きで両親と海水浴をしていた5歳の女児が、海の中でぐったりしているのを発見される。両親が目を離した隙に、一人で海に入り行方不明に、沖合で心肺停止の状態で見つかり、その後救急搬送された。事件と事故の両面で捜査が進んでいると。いつもの文面ね。あ、ここに人がいたのか。今日も部長怖かったなぁ。うとうとしてる。テレビ。砂嵐です。これはオカルト本。あ、深海の石。そうそう、深海の石ね。何でも一つだけ願いが叶うと噂の深海の石。これを身につけると、身につけた方によると、この石を身につけて2週間後、大嫌いな上司が交通事故で亡くなったんです。最初はびっくりしましたが、すごく嬉しいです。いじめをしてきたクラスメイトときっぱり縁を切ることができました。その後自殺したと聞いて家族で喜びました。大人はどうなんだろう？喜んでいいものかどうか。次の列車まで時間がある。この駅が空気が澄んでいてね、通勤も苦じゃないもんさ。いいね。2番線、3番線。4番車両ですよね。こっちにも行けそうですね。あ、ここか。4番車両。でもあれだね。鍵がないから。多分今乗ってもあれなんですよね。追い出されちゃうんですよね。いいなぁ。お。困ってる。一旦あれですね。一旦セーブしましょう。汽車に乗り遅れないようにの。おーい。どうした？
病院前駅行きの列車4、病院前駅4番線ですね。お礼にどうぞ。おお、1番線に自販機がある。なるほどね、1番線こっちかな。自販機、こっちじゃない、こっちかな。ヤドカレは美味しそうにジャーキーを食べている。ジャーキー買おう。お菓子やジュースが売ってる自販機だ。買おう。コーヒー、オレンジジュース、ビール、チョコレート、ジャーキー、何も買わない。ビールを買いたいところなんですけど、ですね、スーズはコーヒーが好きって書いてあったんですよね。公式のキャラクターページに。あれ、そうだよね。なので、好物を買って、様子を伺おうと。こういうのでもルート分岐あったりするんですかね。鍵知らない？いいでしょう？僕のペット。あ、戻ってきた。餌、そういえばね。おびき寄せるもの。ああ。コーヒーで釣れるの。ジャーキーの方が良かったか。おいっと。なるほどね。リセットさせてくれるんだ。これどっから？あ、こっちからか。え、これ自分で食べるようじゃないんだわ。だからジャーキー食べてたのか。あったかいコーヒーいいと思うけどな。しょうがないからジャーキー買ってあげるか。仕方ないな。これでどうだい？これで満足だろう？ああ、食べなさい。ビールをお供えしても怒られるのかな。で、ロッカーの鍵と。ビールとジャーキーで完成でしょ。間違った、こっちじゃないか。もう今日今晩行けますよ、それで。こうね。やったね。チケットがいちいちおしゃれですよね。じゃあ4番線行きましょうか。あ、カワウソと館長がいない。じゃあもう出発するんですかね。電車乗らなきゃ。あ、いた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 。乗る。よく来てくれた、歓迎するぞ。チケットを拝見いたします。いいね、一回でいいからあれやってもらいたい。ガチャってやるやつ、穴開けるタイプだね。今もうやってないのかな。ご乗車ありがとうございます。日進駅から海津駅行き3時6分発し、各駅に停まります。次は泉駅。
いいね、ワクワクするね。この列車の音、機関車のね。おお、転ばんようにの気遣ってくれる。どこに座ろうか、なんか荷物が置いてある。パクってこう。列車に乗ると学生の頃を思い出すよ。そうなの？話しかけられない。放心してる。大丈夫かな、この人。ほう。放心してる。何人か意識のないマグロがいますね。誰でしたっけ？自分、人間？あー、へえ、けったいなもん見れたわ。おっと、堪忍な、僕は、大ぐそくむしくん。みんなからは、虫さんって呼ばれてるんで。しがない、旅商人してます、よろしゅう。そのブレスレット、あー、ルルのね。そのブレスレットどないしはったん？綺麗やな。ルルにあげたものを拾った。思い出の品なんやな。じゃあ大切にしや。ここから出るまでには特にな。ところで、その懐中時計どこで手に入れはったん？売ってくれはられ。くれはらへん。くれはらへん。売ってくれはらへん。こりゃガード硬いわ。諦めるしかなさそうやな。お、レトロの知り合い。なあ、それレトロのであろ。レトロのやろ。やっぱりな、君がレトロにとってどんな人かは知らんけど、レトロはくれぐれも気ぃつけや。首突っ込んだらあかんで。レトロはな、過去に大きな罪を犯しとる。取り返しのつかないようなな。へえ。取り返しのつかない。レトロの何を知ってるんです？噂話しか知らんで。ただ、あいつは自分のこと何も話そうとせえへんやろ。隠すべき秘密が多すぎるからな。巻き込まれんようにしや。確かに。へえ。死ぬことになるで。なんちゃって。女の子やし、怪我せんようにしや。顔に傷でもついたら可愛い顔がもったいないからな。せや、目的地までまだ時間あるし、お、ゲームしようや。しないの？なあ、そんなはっきり断らんといて。お兄さん寂しいわ。正解したらご褒美あげるで。謎のカード、わからん。まあ、いった他の人、気持ちが顔に全部出とるよ。ちゃんとヒントも出すから話しかけてや。この荷物は大きなものが入ってるんだ。何買って？一人で二つ？うとうと。この人は死んでる。おや、さっきのお嬢さん。さっき。ああ。全員同じ顔だから。あ、でも若干透けてるネクタイの色とか違うんですね。病院行く前で降りるんだっけ？大口ぼや。大口ぼや、気をつけて行ってくるんだよ。更新。更新。おお。結構リッチですね。なんかある。この人の本かな。時代小説。へえ。ホタルの墓とかですか？ずっと本を読んでいたら疲れてきちゃったよ。わかる。列車の外を眺めてるところを前から覗き込む。ピカピカでしっかりと手入れされている。本。分厚くて難しそうな本だ。ワインが入っているので、かすかにお酒の香りがする。飲んでこう。おお。個室部屋だ。中に誰かが寝てるみたい。おお。豪華客船。
船ではないか、豪華車両。何の音？これか、壊れた時計がある。9時5分を指している。古い新聞が置いてある。海岸に傷だらけのサメ。お、午前7時頃、ビアンカ水族館の館長が水族館近くの海岸に打ち上げられている巨大なサメを発見した。サメの種類はホウジロザメと見られる。体長約6メートルにも及ぶ大型である。打ち上げられたサメは現在ビアンカ水族館で保護しており、治療とともにサメが打ち上げられていた原因を探っている。へえ、ここまでだね。メモ、あ、これか。この古時計でいいですかね、なんて言うんでしたっけ、こういう時計が9時5分でした。なのでここには9と5が入るんじゃないかな。真ん中のメモの仕方は難しいですね。手書きの方が楽そうだ。909の方がいいんですかね。05。で、懐中時計はレトロのを持ってるんですよね。11時これは8分ですかね。11時8分でいいのか23時8分なのか、とりあえず11時って書いとくか。で、最後の時計、壁掛け時計みたいなやつね。これどっかで見たかな。こっちの方、あ、こっちまだ行ってないですね。ほー、ほこりっぽいし生臭い匂いがする。奥の方で何かが動いてる。大丈夫か。旅行用のトランク、土の匂いがする。油の匂い、そう、無人ですね。海中を走っている汽車の動くたび、ポコポコと気泡の音がする。これ読め、見れるかな ?1812 ね。1812と。はい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 。とりあえず全部情報は揃いましたと。で、問題解いていきましょうか。そしたら。かける2。ALE で、ここの文字が、08の数字がここに入るってことか。それともここか。WALE。18は、だん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 と、ここですね。これ、アナログメモの方が楽そうですね。そっか。今日もアナログメモ必要か。書くもの持ってくるか。12が、こう来て、かける2。かける2って何ですかね。24ってことですかね。9が、こう
ここ。アルファベット順ってことですかね。違うかな。アルファベットって全部で何文字あります？ちょっと調べていいですか？数で26ありますね。ちょっとこれで当てはめてみましょうか。なんか分かりやすいのあるかな。これかな。ちょっと開きました。最初から行ってみます。ここから行きますね。ここから遡っていくと、でんでんでんと、ここですね。11番目は K になってます。 K で2番目ね。こうで、ここ Q ですね。9番目は I ですね。I で、でここは、12の ×2 だから24。24は X で、ここでんでんと、ここは5番目は E ですね。 E のこれで、ここか。ここは遡っていきますと、18R ですね。 R のここまで行ったんでしたっけ。 1,2,3,4,5 ですね。で4,5で W が入って、でこの最後の文字はここに来ると、こうこうこうで08番 H H の ALE おそらく読み解けはしたんですけど、ここで新たな問題が、英語が読めない。検索かけていいですか？はあ、ですね、なんて読めばいいんですかね。あ、でも違うのか。意味のある文字ではないんですかね。この法則で言ってみましょうか。大文字ね。間違えた。これか。大文字でいくと、X、でもさすがに意味のある言葉ですよね。XER の、WHALE です。どう？違うらしいです。ヒント1もらえますか？単語になるんですね、やっぱり。もう一回見てみましょうか。そうしましたら。ですね、もしかしたらレトロの懐中時計、11時8分って書いてありましたね。
時、12時。法則は合ってると思ったんですけどね。もう一回見てみましょうか。18時。あ、ここ。ここ。こう行って、こう行って、こう行って、こうですよね。で、どこ行った？アルファベット。こう、こうの、こう行って、こう行って、ここでこう行って、こう。11時経営。で、2番目。ほい。で、こう一旦行って、上。9。9、あ、合ってる。で、ここかな、やっぱり。ここが違うんですかね。12×2。12は、L なんですよね。で、かける2するから24になるのかなって思ったんですよね。で、すると X なんですよ。かける2って数字をかけるんじゃなくて、これを、11を、11じゃないか、何でしたっけ？ 12 か。12、L を LL ってことですかね、これ。で、E で、ここ。トントンと。で、ここね。5。5番目 E。LL で E と来て、ここ。18。18R。LL、ER の W、ここね。点点と。8番目 H。H、A、L、E。キラーウェル。っていいんですかね。なんて読むんだろう。キラーホエール。キラーホエールって読むらしいです。で、シャチって出てきましたね。いや、これでホエールって読むんですね。学びです。多分明日には忘れてます。そういうことか。キ、ルエル。ER。W。H。A。L, E。シャチのことやで。海の殺し屋なんて呼ばれ方しとるな。へぇー。折り紙と恋の折り方の説明書。恋の折り方の紙に恋は小さい順やれとメモしてある。恋は小さい順。
小さい順って何のこと？今後役に立つさかいな。覚えとき、恋は小さい順やで。恋は小さい順ね。多分電車降りたら忘れます。へえ、ありがとう。何売っとるかって？自分僕に興味あるん？骨董品から珍しい薬まで、ちょっと訳ありな品が多いで。多いで、これはおまじない用の置物、これは悪霊払いのお腹、これは、おっと、この品は子供には見せられへんわ。大人になったらまいたら、見せたるわ。またおいで。へえ、なるほどね。お、駅員さんですね。汽車の乗り心地はいかがでしょうか？ん？お客様、なんだかお疲れですね。少しお休みになりませんか？そんなことはありませんよ。なんとなくです。旅でお疲れなのに、虫さんに絡まれたりしてたじゃないですか。常連なんですね。到着までまだありますからお休みください。駅に着いたら駅長が起こしてくれるそうです。翻訳がついた。椅子で寝れる？まあ寝れるか。いいですね。窓を眺めながら寝るのもオツですね。お、着いたか？おはようございます。そろそろ到着ですよ。我が呪いに触れ伏したか。少しでも疲れが取れていれば幸いです。椅子で寝たら逆に疲れるね。どこ行ったらいいんだろう。こっちかな。僕どっから取ってきたっけ。こっち。こっちかな。道が分からなくなりました。確か隣の車両からですよね。ここから来てて、間違えた。普通にここ降りればいいですかね。違うか。あ、話しかければいいのか。まもなく病院駅前に到着いたします。お疲れ様でした。あれ、もう行ってしまう。寂しいわ。虫さんは初対面相手に変に話しかけすぎなんですよ。面白いお客さんがいっぱいやからな。興味あるよ。相手してくれて大きに。来ました。病院ですね。何しに来たんだっけ。そう、ドクターね。なんかいる。大口坊や。豆知識その1を、この先の水族館にいるデメニギス。あ、聞いたことある。デメニギス様よ、見ての通り頭が透けてるよ。スケスケだよ。頭の中にある二つの丸が目玉だよ。口の上にある目みたいなやつは何かって？鼻に決まってるだろうよ。デメニギス調べてみる？ちょっと気になる。そこまで言われたら気になりますね。うわ、なんか分かんない形状をしてますね。脳が透けてるんですかね、これは。ちょっとよかったらみんなも調べてみてください。なんかね、形容しがたい見た目をしてます。これ熱盛にも出てくるんですね。調べたら熱盛って検索ワードが出てきました。こんなのも出てくるんだ。
デメニギス様ね。お、誰だ？ホタテのお姉さんがスケッチブックを見せてきた。タライ船で向こう岸まで渡りますか？かわいい。まあそういうこともある。頭が貝なんですかね、ホタテ。かわいい推しだな。あ、移動できる。自分で動かせるんだ。こっち？あ、これどっち？あ、こっちね。こっちにも道があったんですね。暗すぎて。お？鯉は小さいやつから。あ、普通に行けた。通れないかのかと思ってましたね。違うのかな。これ普通にあれですかね。左側行けばいいのかな。そうみたいですね。着いた。ぐるぐる回るのかと思ってました。あのさっき恋の話をしていたから、あの恋が進行の邪魔になってるのかと勝手にそう思ってましたね。みんなやるでしょこれ。恋だ。目的地には着いたかの。お、なんか書いてある？雪が降ってますね。大きな雪だるまだ。子供が作ったのかな？恋のマークの暗号。ああ、はい、はい。うなぎかな？電気うなぎが寝ている。起きない？ふーん。鯉は小さいのからこれ解かなきゃいけないんですかね。そのもうちょっと他のとこ調べてから。調べるところがないですね。間違えた。さっきの声なんかヒントあるんですかね。なんとなく分かった気がする。数を数えてこなきゃいけないんですね。よいしょ。あれ？こうか。で、恋は小さいのから。小さいのから。小さいのから。とりあえず、黒と黄色と、白。
あ、ちょっと模様が違うやつもいるんですね。1、2、4種類ですかね。黒、白。黒、黄、白2色で分類しますか。黒と白と、黄色と、2色で。で、黒が2、4、6、9ですかね。2、4、6、3、5、6、7、8、9。黒が9ですかね。で、白。白こいつとこいつ。白外側回ってるやつですかね。白は4かな。5か。2、2で、ん ?2、2、2で6か。白が6ね。黄色が ?3、3、2の、6、9。じゃ、黒もうちょっといますかね、これ。9ではないか。あ、目がおかしくなりますね。441ですよね、これ。2、4、6、9。9か。で、2式はこれね。2式が、1、2、6。2式 6?9、6、9、6になりますね。もう一回数えてみようか。6。6、7、8。黄色8か。黄色8か。黒9、白6、黄色8、2色6ですかね。黒ちょっと自信ないな。4。4、3、2。1、2、3、4、5、6、7、8。おそらく黒が一番多いんじゃないかなって思ってて。4、4、3、2、1、2、3、4、5、6、7、8、9。3、3、2、2、6。3、3、2、2だと10になりますね。9か10ってことでいいですかね。3、3、3でしたよね、確か。じゃあ9でいいかな。で、白は普通に2、2、2、2、2だから6でいいですかね。2式。もうこれ6ですよね。1、2、3、4、5、6。あ、一旦これをメモして、さっきのところ行きますか。数字が同じやつがいてもいいんですかね。そういうこともありますかね。いや、算数ダメだって。
よくないもんな。フラグか。こいつももしかして含まれます？ちょっと待って。そうなるとこれプラス 1A になる。ちょっとこれメモっておきますね。カッコプラス 1 みたいな感じでメモしておきます。はあ、で恋のマークの暗号が書いてある。恋は小さいのから。はあ、小さいのから、一番小さいのは6かな。こっから普通に当てはめてみます。こっから普通に小さい順で当てはめると6プラスのかっこマイナス7かける8かける -9。 はあ、僕ねマイナス計算できないんですよ。かける6プラス掛けマイナス9、8掛けマイナス9全くわからんですね。手書きでやりたいな。よいしょ。こうすればか。8×-9 って普通にマイナス42とかでいいんでしたっけ。42だってる。でいいのかな。プラスになるのは確かあれでしたよね。あ、じゃあだな、ハック、8×9 が42になるわけないか。これはあれですね。72。ねえ、電卓使うか。で、6プラスマイナス7は、これマイナス1で大丈夫です。電卓くんに登場してもらうか。
数字が3つ入るんですよね、多分これ。式はとりあえず合ってんのかな。それすらも曖昧なんですけどね。7、8、これがそもそも間違ってるのかな。数字入れられる感じですか？数字入れられますね。わからんすね。まあそう。電卓くんに助けてもらおうか。どういう感じでしたっけ？これとこれをこうして、スデンタク君に、ん？こうではない。6プラス で、かける違うかな。510って出ましたね。開けました。ただ計算の仕方は分かんないです。勉強ってここで大事になるんだな。電気を投げられている。今どこ開けました？小ラッパ怖すぎ。自衛隊みたいなことしてるな。本当にそうだ。電球投げも楽じゃないんですね。セーブしたいな。入る前にセーブしとけばよかったですね。フクロウ鳴いてます？コウペイさんが言ってたドクターマンタ。マンタなんだ。え、
あ、ナース。噂のトラフグナース。僕しか噂してないんですけど。とりあえず。侵入者です、どうも。セーブしたいな。ワセリン。クロマイス。これ見れるかな？見れないですね。クラインダあ、知ってる、メンダコってやつ。エメラルドグリーンのくるくるした髪してるシャチ。そんな感じだったっけ。館長は奥さんのこと心から愛していたよ。奥さんも優しくてね。美しい巻き髪のとても可愛らしい方だった。鍵がかかって。だったってことは今いないってことなんですかね。なんかある。誰かの赤い日記がある。ずいぶん古びてる。文字が読みにくい。少し明るければ読めそうだ。じゃあ明かりをどこかで探してくるんですね。古びた小物入れ。患者が使っている。これは？クリーピー研究所、読みたいですね。クリーピーは最初の人間の状態、時間の経過とともに次第に変化していく。また以前の記憶が曖昧になっていく。言葉も変化する。人間の頃の言葉を忘れていく。進行を遅らせることは不可能。水槽に入れると生物に変化できる。しかしクリーピー化の進化が早まる原因になるため注意。深海の石について、自分の魂を石に込めることで、願いが一つだけ叶う。石の力が残っている限りは不死身。石の力が尽きると、尽きる石が壊れると持ち主は死亡。現在確認できている深海の石を所持している人物。レトロクリス。クリーピー。ドクター？ドクターマンタ。ほら、勝手に侵入した上に資料を読み漁るな。今日は2徹目なんだ。トラブルは勘弁してくれ。レトロ、あ。悪い人ではなさそうですね。あ。クラゲの姿ではない。ん？あ、ヤドカリだ。あ、動ける。おお。富士壺ってやつ、綺麗ですね。キティとレトロがいる。話しかけられる？あっちには、あ、クリスさんか。クリスさん懐中時計、懐中時計の光だったんだ。なんだ？クリオネとサメ？
あなたが館長に嫌われた白いサメですよね。アルビノのホウジロザメなんて珍しい。そして噂通り傷だらけ。レト、お前の名前は何だ？フリオネ。名前がないのか？例ありませんが、あなたが名前、名前は名前がある。ぶっきらぼうに見えて意外と人情深いのね。名前がないのは何か理由があるのか？いつか館長が素敵な名前をつけてくださるのを心待ちにしてる。館長、私にどんな名前をつけてくださるのかしら。館長の顔がわからないですね。私は館長のお嫁さんになるのが夢なの。無理なのは百も承知ですわ。でも夢見るくらいはいいじゃない。ああ、私も館長と同じ人間になりたいですわ。確か願いを叶えてくれる石があるという噂が、深海の石という名前だった気がしますわ。深海の石って確かこの懐中時計に埋め込まれてる。最近噂されてる幻の深海の石。願い事をすると一つだけ叶えてくれるんですが、ただし自分の魂と引き換えに、なんて怖い噂もあるそうですわね。こんな素敵な石なのに魂と引き換えだなんて、そんなわけありませんわ。自分の魂を犠牲にしてまで叶えたい願いなのか。あ、クリス、愛してる、結婚してくれ。館長、婚約者の女性にプロポーズしてますわ。婚約者の方はクリスというお名前なのね。素敵な名前。先を越されてしまいましたわ。でも館長が幸せなのが一番ですわ。そして私がずっと大切にしていたこのペンダント、クリス、君に持っていてほしいんだ。深海の石のペンダント。館長の選んだ女性ですもの、きっと素敵な願い事のはずですわ。でもちょっと嫉妬してしまいますわ。ん？え？そこにいる白いサメのおかげで大儲けしてるらしいじゃねえか。なんでそんなこと。こんな大切な水族館は幸せな世界を壊さないで。全部何もかも終わってしまう。自分のことなんてどうでもいい。館長を守りたい。私が館長を。館長の奥様、クリス様、石を奪ってごめんなさい。でも私、館長に生きててほしいの。石を奪った、クリオネ、深海の石ね。人間にして。はい、館長。私がクリスです。ええ。クリスは館長を愛しています。僕も愛しているよ、クリス。ええ、小さな子供がくれたこの美しい懐中時計に住む深海の石。私が今願えば、お前に願えば、この運命を変えられるのか。館長は、クリスさんは生き返るのか。最近噂されてる幻の深海の石、願い事をすると一つだけ叶えてくれるのよ。ただし自分の魂と引き換えに、なんて怖い噂もあるそうですわよ。なるほどね。願いを聞いてくれ。私の願いは。願いは？
戻ってきた。よく見たらシャチですね。スルッと戻されましたね。何を願ったんですかね。ベッドだ。海藻だったのか。お姉ちゃん起きた。気がついたか、スーズ。名前って名乗りましたっけ？さっき俺の前で倒れただろう。もう忘れたのか。懐中時計ない。まあ落ち着け。レトロはちゃんとここまで。あ、運べたんだ。懐中時計も預かってる。フグナスたちがレトロを運んだの。シマフグとトラフグね。ヤドカリさんがここまで道のりを案内してくれた。へえ。治療して他の部屋で休ませてよろしい。スーズと一緒にヤドカリがそばにいる。安心しろ。ヤドカリは優秀なやつだな。スーズのこと心配してたぞ。動けるか、アレトロの様子を見に行きたいだろう。行こう行こう。寝てるから静かにな。懐中時計はこの後レトロに返しておくから。ヤドカリ大佐、そういえばそう呼んでましたね。なんであんな大切なことを教えてくれなかったの？もっと信頼してくれてよかったじゃんか。まあ言えないよな。突拍子なさすぎるもんな。もういいのか？いいんです。前に進まなきゃ。じゃあクリスも、レトロも、もともとは人間じゃないのか。あ、移動できる。初対面の私にいろいろ喋って。知っていた方が生存率が上がる。だから話す。それだけだ。どうせレトロからほとんど聞いていないだろう。レトロは君を命がけで守ったんだ。信頼してるんだろう。ここにいてやるから聞きたいことがあったら話しかけてくる。かくれんぼ、鬼ごっこ。どっちかっていうとかくれんぼかな。気づかなかった。奥にも部屋があります。あ、ここに抜けるのか。セーブしましょう。セーブします。一休みですね。一休さん、一休み、一休み。へぇ。102がスーズ。これですよね。現実世界の病院。誰かがいる。え。産地は減ってないです。病院と配置に行ってますよね。で、ここに来ると。明かりがない。どこかで明かりをもらうんですかね。じゃあ院長さんに明かりもらえるんですかね。こっちは？あ、いけるんだ。パソコン画面の様子がおかしい。この人も侵入者。誰だろう。ルルかな。見ますか。うわ。カワウソ、ワシカ、イルカ、クジラ。この画面が一番怖いかもしれない。
え、何？103。You got a message. Come to the room 103。メモるか。ここの矢印なんですかね。カワウソ、アシカ、イルカ、クジラと。はい。おお、明かりない？このランタンもらえないかな。俺はクリーピーと深海の石について研究してる医者。へえ、医者が俺だけなのもあって、実質レトロを治療できるのは今のところ俺だけだ。なるほどね。クリーピーとは、元は君のような外からやってきた人間だ。この空間にいると次第にクリーピーに変化していく。進化を遅らせる、特効薬はない。この空間から出るしかない。ただし脱出者は俺が知っている限りではいない。クリーピー化はコントロールできる時もある。スーズは水槽に入れるとクラゲに変化したんだろ。それだ。頼りすぎると戻れなくなるから注意しろ。深海の石。自分の魂と機械に願いが一つだけ叶う恐ろしいアイテムだ。深海の石に願った瞬間、石が自分の命になるということだ。壊れたら死ぬ。ああ。魔法少女、マドカマギカってことですね。大怪我をしたら石の力を削って回復できる。力が尽きるまでは不死身だ。回復は自らの命を削うことになる。ハイリスクハイリだったな。ログナースの働きぶり、指示通りの薬を持ってきたことは一回もないな。へえ。パソコンの様子ね。パソコンの様子がおかしい。なんだこれ。誰からのメールだな。お、病室の方。患者に何かあったら大変だ。俺は状況確認を行ってくる。スーズは安全な場所にいてくれ。戻ってこなさそうですね。これ誰だ？起きたかな？寝てますね。ナースもいなくなった。イワシだけ。助手ね。あさるか、今のうちに。へえ。何もないです。どういったいましょうか。ここでもう一回セーブする。そう、一休み、一休み。103でしたっけ？お。なんだこれ。穴ですね。あ、いけない。これは？棚の中にはタオルと着替えが入ってる。洗剤の香りがする。へえ。地下通路。自分の病院なのにこんな通路があったなんて知らなかったぞ。一体何が起こってるんだ。やめておけ。何があるかわからんぞ。それに、レトロに関係してる気がする。はあ、止めても無駄そうだな。わかった。危険だったらすぐ戻ってくるんだぞ。そんなすぐ戻ってこれるような高さなんですか。降りますか。スーズ、これ貸す。俺のノートパソコンだ。助手に持ってきてもらった。怪しいメールとやらはこれで確認できるはずだ。検索履歴を確認しましょう。俺はここでレトロや患者を守る責任がある。ついていけないが何かあったら必ず助ける。フグナス、この部屋にいてやってくれ。何かあったら俺を呼べ。階段になってるんだ。
他にも異常がないか見回りが必要だな。ああ。ジャズバンドの。ここ俺の家じゃない。あ、気づかなかった。また酔いすぐれて病院のベッドで寝たな。勝手に入ってくるなっていつも言ってるだろう。もういい、俺は見回りに付き合え。すくし、すくし、すくし。ノア。すくし。そうだよね。スーズが読んでくれたカードの裏の名前。スーズ視点に戻ってきましたね。上で何か這いずる音が聞こえる。セーブしましょう。ジメジメするの。目がありますね。こう、わかる？この上。右上。なんかスイッチがありますね。え？はい。クジラってこんな声なの？古びたテーブルがある。パソコンを置くにちょうど良さそう。動かした石像の場所がリセットされました。石像？ああ、動かせる。はい。カワウソ、アシカ、イルカ、クジラ。ん？ああ、クリックできます。うわ。どういうことですかね。戻ります。はい。うん。え？矢印。クジラ、アシカ、カワソ。まあそういうことではないか。カワウソ、アシカ、イルカ、クジラ。順番変わってないですよね。どういうことですかね。アシカ、
この像をここに正しい位置に持ってくるのかなって思ったんですよね。置いて、絶対違うな。他何かできる？特にないですね。カワウソ、アシカ、イルカ、クジラ。これ再生できるのは何でだろう。はい。クリックできないか。カワウソ？戻りますと。こういうことかな。あ、間違えた。カワウソ持っていくのめんどくさいな。うわ、すごい。大胆ですね。戻って一回セーブしましょうか。あ、先に進まないとダメらしいです。はい、じゃあ行きますね。ウツボだ。でも、あ、そうだね、レトロがいるもんね。ドクターもフグナースもレトもいる。できるの？
これはレトロだ。かっこいいですね。そっか、アルビノのホオジロザメだから全体的に白いんですね。あの時と一緒だ。聞いたよ、ドクターから全部。クリーピーのこともレトロと深海の石の関係も。そうかと。お前は私が怖いから。それならいい。死んだかと思った。まあでもあれは死んだように見えたな。何か言いたいことがあるのか。この空間から出るまで手を組むって契約。なかったことにって言ったけど、その私は破棄したつもりはない。まあ確かに。ルルを助けてここから出るんだろう。友達ね。友達になりました。セーブしたいですね。ダメらしいです。じゃあ行きますか。あ、なんだ、できるじゃん。仲間は見つかったかの。そうじゃの。うつどん。こっちかな。おお。いいっすね。いいっすね、おかしいか。なんて発音したらいいんだろう。ネイロ？ジュゴン、まるで人魚のように美しいジュゴンのクリーピー。人々の心を癒す優しい声をしていた。リョウ、メンダコ、愛と正義のアイドル。みんなの人気者。可愛い歌でファンを喜ばせている。アリス、イタチザメ。サメが大好きで楽しそうにお話をしていた。自分も幸せになれ、サメになれて幸せかと思う。誰視点なんですかね。おー。どうした？鍵。お、年パスね。忘れていた年パス。ミモザ先生。リーフィーシードラゴン。子供思いの幼稚園の先生、美しい巻き髪をしていた。ピアノが得意で、園児と歌うのが大好き。園児、ああ、下のチンアナゴは、ニシキアナゴとチンアナゴ、メリー、トム、モカ、エドワード、エル、ミモザ先生のことが大好き。先生の誕生日には歌をプレゼントしていた。バロン先生、リーフィーシードラゴン。特に女の子に人気のある保育園の先生、サッカーが大好き。子供心を忘れない無邪気な先生、園児たち、チンアナゴとニシキアナゴ。シャル、ソノラ、マヤ、モニカ、アース、フィリア。バロン先生のことが大好き。休み時間は先生と一緒にサッカーをしていた。クリーピーになってしまった人たち。ってことですかね。左右も見れるからそっちから見ていきたいな。あ、何もないっす。あ、何もないっす。じゃあ聞きますか、ショーマ。ハルク、タカアシガニか。高身長でモデルのよう冷たく見られるのが悩みと言っていた。会社では係長を務めたおり、後輩思い。フィーズ、あ、端っこにいるやつね。同化してましたね。紫色。小柄でしたし、親しみやすい会社の新入り。失敗は多いが明るく前向き。グラン、天狗カワハギ。アレン、緑フグ。3歳からの幼馴染で8年の付き合い。はい、倉庫が2人の秘密基地。近くにある駄菓子屋さんのおばあちゃんと仲が良かった。
レオナルド、マダコ。背が高くジェントルマンのおじいさん。おばあさんと散歩するのが日課。よく一緒に家の近くのジェラートを食べに行っていた。ジェラートいいですね。蝶々王、小さくて可愛いおばあさん。畑仕事をおじいさんとやっていた。トマトを作るのが得意。トマトは良くないですね。クラウド、ネオンテトラ、エドワードのお父様。よくお子様と水族館の遊びに来てくださっていた。毎回カフェでアイスを食べている。アキ、ネオンテトラ、エドワードのお母様。明るく太陽のような性格で料理教室をやっていた。得意料理はアクアパッツァ。ほう、この辺も全部そうなんですかね。これは違うのか、この辺は違うのか。アクアパッツァ、何？頼みたいことがある。お前は最後まで閉まらないな。懐中時計かな。懐中時計だ。なんで？レトロの大切なものじゃないの？逆だ。私の大切なものだからお前に持っていてほしい。そう言って最初にそれを私に渡したのはお前だろう。やっぱあの階層はスーズとレトロの階層なんですね。ねえレトロ、もしかして12年前に溺れた女の子を助けたことが。そんな感じはしますよね。おお。え、ちょっと待って、セーブしてからでいい？さっきいたよね。一旦戻ります。で、セーブします。元気での、元気で。よし、行きます。さあ、お、ルルじゃない？ルルとキティ。館長見てください、新しい生き物を連れてきましたわ。これでこの水族館もまた賑やかになりますわ。館長、結局生きてるのかな？遅かったわね、レトロ。そしてようこそお入れくださいました、スーズ様。スーズ様、ご紹介しますわ。こちらが私の夫、ビアンカ水族館の館長ですわ。どれ？館長、こちらの方が先ほどお話ししていたスーズ様ですが。どうなってんのこれ。死んでる？白骨化までしてる。クリスさん、館長が死んでるって分かってないの？それに館長ってまさかあの時の撃たれた人？クリス、もう終わりにしよう。何の話？お前と私ならわかるだろう、この世界の終わらせ方を。深海の石を壊そうとしているの？そんなことしたらこの世界が崩れてなくなってしまうわよ。レトロの深海の石を壊さないと、レトロを殺さないと、ここから出られないってこと？そういうことか。そんなこと私にしかできないじゃんか。深海の石を、この世界を壊そうとしているのね。よくわかってるじゃないか。さすがだな、クリス。どうして、どうしてこの世界を終わらせようとするの？あなたの命を終わらせようとするの？深海の石の持ち主であるあなたは、石が壊れない限りずっと生き続けることができるのに、
なんで？幸せじゃないの？楽しいんじゃないの？水槽の上に誰かがいる気配。水槽の上。あ、さっき言ってましたね。何かがうごめく気配って。この世界はレトロと私の願いが詰まった世界なんじゃないの？私は館長と過ごせるこの世界を終わらせたくない。深海を壊すようなこと、私が許さない。レトロの深海の死は力ずくでも奪い取って、そして、レトロ？あなた自分の深海の死をどこへやったの？まさか。スーズ様？スーズ様がレトロの深海の石をお持ちなのね。スーズ様、レトロの深海の石をこちらにお渡しください。できないなら水槽の中のご友人を殺します。ねえレトロ、あなたいつからそんなに人間を信用するようになったの？今までは懐中時計に触らせようともしなかったのに。なんで？人間に傷つけられたんじゃないの？あなたの体にあるその傷はみんな人間につけられたじゃない。ねえ、答えて。なんで？なんで？ねえ。あ、誰でしたっけ？トト？違うな。テト？そんな感じの名前でした。トイレ。全然違う。あー、監視カメラつけてるって言ってたもんね。いやー、たくさん監視カメラつけておいてよかったです。おかげで皆さん見つけられたです。さっきの水色のお姉さん、助けに来たですよ。ありがとうです。水だこさん。デメキンさんもヤドカリさんたちもここにいないみんなも協力して助けに来たですよ。おお、みんないる。使ってないね、そういえば。あわわ、許せないです。クリスさん、 あなたの思うようにはさせないわ。おー、どうにかなる？友情出演だ。ここまでだ、クリス。いや、名もなきクリオネ。いいえ、私はクリス。館長の妻、クリス。名前のないかわいそうなクリオネなんかじゃない、レトロ。あ、文字送りができないです。これは自動で流れてます。いつかあなたを殺すのは私だと思っていた。音がでかいですね。クライマスク、おお、すーごい。クライマックスかけてきましたね。ちょっと僕のマイクの音でかくなるかもしれないです。自分の声が聞こえないです。でも今日じゃないと思ってた。お、クリオネの捕食方法は頭の上から食べるんですよね。クリオネの形だったのか。その石？石どれだ？あ、懐中時計ね。ここに、16に、どこに行けばいいんですかね、これ。え？え？おーおーおーおお。え、お、ほうほうほう、おっと、まずいか。白
っと待ってね。BGM の音量を下げました。これで僕の声も聞こえるだろう。いただきまーす。これはね、入力が結構難しいですね。こうして結構ね、時間がかかるんですよ、振り向くまでに。なので無駄な行動はできないと。ん？危な。どこでしたっけ？あ、大丈夫。うち？あ、違った。あ。途中でセーブしたいなぁ。一番苦手なとこやらされてますね。いや、いけるぞ。結構猶予はあったので慎重にいけばいけるはず。 OK で、ここはトリップで、こっちかで、ここね。で、一直線で走る。ここは飛ぶ。下。ここは飛ぶ。ここも飛ぶね。あ、そっちか。お、ほうほうほう。うわ、助かる。危な。こうですね。オッケー。ああ、なるほどね。マグロです。いやー、ここから一直線ダッシュであったら助かるんですけどね。もうこれ以上何もさせないでくれ。え？あ、こっちか。おい。お。動かせないです。怖いね。こういう顔はちょっと苦手かもしれない。わー、壊すか。ここでルート分岐なんですかね。うわー、壊さない。壊すか。最後の願い。僕は壊す。どう？お。寒くて苦しい、この感覚、そうだ。小さい頃に海で溺れた時の。うんうん。何回か回想あったですね。お。病院？部屋か。ルルだ。スーちゃん、どこも痛くない。ずっと？どれぐらい？スーちゃん、覚えてる？
ルルも夢かと思った。でも覚えてるよ。確かめる術もない。もう戻れない。夢だったのかな。エンドさん、夢は儚い。そういう。なるほどね。さっきの、ここですかね。逃げるところで、壊さないを選択してみましょうか。あと分岐ってどこがあったんですかね。ここは、飛んで、これ？こうで、こう。で、ここも飛ぶ。で、ここ。これどう、こうでもいいのかな？こう、あ、ごめん。入力ミスりました。次は行きます。あと、ルーキーと分岐ってどこがあったんですかね？それらしきとこあったかな。なんかアイテムを持ってたり持ってなかったりすると分岐するんですかね。飛んで、ここも飛んで、ここね。こう。あ、いけるか。あ、いけた。ここも飛ぶか。で、下ね。で、ここも飛ぶ。で、ここも飛んで、こうで、おっと。で、包帯が入ってたのは、ここね。あー、で、これで、あ、間違えた。マグロです。はい、で、一直線で、あ、まずいか、これ。いける？間に合いましたね。で、あとは確か一直線でしたよね。そう、このルートだけ見て、今日終わろうかなって思います。おっと。あ、こっちか。で、壊さない。やってみるか。レトロを殺すんだ。レトロとはもう会えないんだ。一生会えないんだ。そんなこと私にはできない？できないか。で、仲間になっちゃうのかな？ああ、ちょっとかわいいね。ずっと一生エンドだ。エンディング5なんだ。はい。ということでした。ちょっとね、エンディングの数調べてみますか。5つあるんですかね。
5つらしいですね。なるほどね。なるほど。ですね、エンディング分岐のヒントも公式サイトに書いてありましたね。どうやら薬もやっぱポイントになってくるみたいですね。僕使ってなかったんですよ、これ。あのエリクサー方式ってやつですね。結局使わずにクリアしたので、これを どこで使うかっていうのもポイントになるみたいですね。あと懐中時計ね。懐中時計はこれだね。僕が見た2と5だね。あとはあれですね、病院駅前になんかポイントとなるキャラクターがいるみたいですね。あ、クリアおめでとう。ありがとうございます。僕もね、これ気になってたからよかった。ようやくぐっすり寝れそうです。というわけでの、ホカルルートはですね、よければ、皆さんでプレイしていただいて、見ていただくという形が一番丸いのではないかと。思いますね。僕もね、ちょっとこの後、まあ後でやってみようかなーって。で、エンディング一人で楽しんできます。というわけでね、僕のアクアリウムは終わらない、はこれにて完結とさせていただきます。もうね、世界観の作り込みも演出もすごくてね、あの、言っちゃいけないんですけど、すごい綺麗で、なんかね、あんまりこういうこと言うとね、僕のまたなんていうんですか、倫理観が疑われるのであれなんですけど、あれなんですよね。まあ、とても素敵なゲームでございましたと。これを一人で作ってるっていうのがすごいですよね。もしよければ別のゲームも作っていただけたらいいなぁ。もしね、出たらまたやりたいなと思いますよ。というわけでね、本日はこれにて終了になります。で、明日はですね、以前話していた、何でしたっけ、キテレツ横断ダイヤルあるじゃないですか。それがですね、この前に、プレイしていたゲームなんですけども、こちらがですね、怪異を収集するゲームでした。そちらをですね、52くらいまで、半分くらいまで怪異集め終わったんですけど、あと50ほど、100まで集めるみたいな配信をするよって言って、だと思うんですけども、いろいろ考えた結果ですね、配信映えを考慮した結果、動画にしようかなと。結構ね、運要素も絡んできて、お、ツイッター、あ、公式ツイッターが開けましたね。そういう仕掛けも今できるんですね。そうなんですよ。運要素も絡んできてまして、淡々とやる、ただ集める感じになってですね、結構スピード感も重視されてくるので、コメントがあまり読めない可能性も出てくる。というわけで、ちょっと動画でまとめて出すという感じでどうですかね、にしようかなと思っておりまして、まあね、こういう動画もね、面白いんじゃないかと
思いまして、それを撮影するのが明日やります。というわけなので、明日の配信はお休みになりますね。さすがにどうかな。時間は明日あるんですけど、ちょっとね、多分ね、喋らなくなるんですよね。ただぼやきプレイになってしまうので、さすがにそれはちょっといかがなものかと検討した結果、ちょっと裏で撮って編集して集めてみたみたいな動画を作ってみようかな。そうね、見やすい感じのサイズでまとめて制作予定ですので、明日の配信はお休みになります。そちらの動画の撮影をしていきます。でですね、土曜日は9日ですよね。土曜日はですね、僕の弟、ビリス・オリオドールと、何でしたっけ、爆弾解除のゲームをやりたいと思います。そちらのコラボがあります。確か時間は、22時とかでしたっけ？ちょっと確認してないです。また詳しい話はね、近いうちに X の方に告知させていただきますので、いつも通りチャンネル登録と X のフォロー、通知のオンよろしくお願いします。というわけで、本日はありがとうございました。ちょっとね、謎解きをね、サクサクしすぎたかな。なんちゃって。もっと詰まる予定ではいました。まあ、ちょっとね、確かにズルはした。電卓使った。いや、それでも、あれはだって許容範囲でしょ。ね。だから一番最初のね、問題をね、もっと時間かかる予定でいたんですよね。まあでもいい感じの時間帯終わって、よかったですね。で、昨日の時間と合計するとちょうど6時間くらいになります。だから言ったでしょ？ 2 倍かかるって。というわけで、アクアリウムは終わらない。いや、踊らない。終わりになります。名残惜しいですけどね。いや、いいゲームだった。またね、いいゲームを探して、みんなと楽しんでいこうと思います。いや、謎解きも助けてくれてありがとうございました。またね、別の配信良ければ来ていただけると、嬉しいかな。はい、というわけで、本日はここまでとさせていただきます。明日はお休みになりますが、良い一日をお過ごしください。それでは、おつろく。